ロシア鉄道公開株式会社はロシアの国有企業。2003年にロシア連邦運輸通信省所管の連邦鉄道事業を承継して発足した。1998年に運輸通信省が策定した連邦鉄道構造改革の概念をもとにウラジーミル・プーチン政権が進めた連邦鉄道事業改革の一環として2003年9月18日。 ロシア連邦政府決議585号に基づき、ロシア連邦政府が100%出資する公開株式会社として設立され、同年10月1日付で運輸通信省鉄道事業と同省が所管する関連企業2046社のうち987社を承継して発足した。運輸通信省は政府の鉄道行政監督官庁として残ったが、2004年3月に、 解雇廃止された。地方の鉄道支社のほか、本社部局についても将来の株式会社化及び、株式売却による民営化を視野に、業務分野別の組織分社化を進め、2008年には、鉄道事業の上下分離を見据えた垂直統合型の持ち株会社に転換した。貨物列車運行事業は2007年に第一貨物企業大公会株式会社、2010年に、 第2貨物企業対公会株式会社にそれぞれ分離したほか、2010年には長距離旅客列車運行事業も連邦旅客企業対公会株式会社に分離した。2010年現在で連邦旅客企業体など子会社及び関連企業158社の株式を保有している。路線総延長はロシア連邦内の鉄道路線の99%に、 当たる約8万5千キロメートルで、従業員数は107万5千人。2008年度の輸送実績は、貨物輸送2兆4千億トンキロ、旅客輸送のべ12億9600万人。モスクワ・サンクトペテルブルク間を2時間半で結ぶ、最高時速400キロの高速幹線計画、VSM-1 プロジェクトや、 2014年ソチオリンピックに向けた6つの施設整備計画などを推進している。ロシア国内では、サンクトペテルブルクモスクワ鉄道の建設や、サンクトペテルブルクワルシャワ鉄道、モスクワニジニノブゴロド鉄道の開通などの鉄道輸送網の発達で、1860年代には、鉄道事業及び鉄道監督行政を所管する官長の整備が急務となった。 1865年6月15日、皇帝アレクサンドル2世の直令に基づき、内務省及び低身長の電信部門を統合して、ロシア帝国運輸通信省が発足した。1867年には、運輸通信省建設総局が設置されて、鉄道網整備が進められ、1891年には、シベリア鉄道が着工した。1900年には、 路線総延長が44,900キロに、1913年には58,500キロに達し、同年の輸送実績は、貨物1億3,240万トン、旅客1億8,480万人に上った。10月革命後、ロシアソビエト連邦政府は、鉄道管理を一元化する、政府機関としてロシア社会主義連邦ソビエト、 共和国運輸通信人民委員部を設置した。運輸通信人民委員部は、第一次世界大戦及び、ロシア革命、ロシア内戦によって、施設の60%、機関車の90%、客貨車の80%以上が破壊された、鉄道網の復興を進めた。1922年のソビエト社会主義、共和国連邦の成立に伴って、1923年に、 ソビエト社会主義共和国連邦運輸通信人民委員部に改装。鉄道網は1928年に戦前の規模まで復旧した。1930年代にはソビエト連邦人民委員会議主導による輸送力増強策が進められた。線路の重機浄化や大型機関車の導入、自動連結機、自動信号の導入などが行われ、1940年には 路線総延長が十万六千百キロ、貨物輸送実績は五億九千二百六十万トンに達した。第二次世界大戦では欧州地域の鉄道網の四十パーセント、機関車の五十パーセントが破壊されたが、鉄道は兵員輸送や前線への補給に大きく貢献した。運輸通信人民委員部は1 9 4六年にソビエト社会主義共和国連邦運輸通信省に 解組された。1954年には運輸通信省から交通建設省が分離発足した。運輸通信省は鉄道輸送発展、鉄道近代化の20カ年計画を策定し、鉄道の電化やディーゼル動力車の導入による無塩化や自動化、生産工程における機械化を推進。計画最終年の1975年には、 路線総延長が 17,600km 伸び、輸送量は3倍の36億2,110トンに達したほか、電化総延長は 38,900km、自動閉塞区間は 62,400km を達成した。1982年にはオートメーション技術を導入した輸送近代化計画をスタートさせ、1988年に 貨物輸送41億1600万トン、旅客輸送43億9590万人の過去最高の輸送実績を記録した。1991年のソビエト連邦の崩壊に伴いソ連運輸通信省を承継して1992年1月20日、ロシア連邦運輸通信省が発足した。1998年に策定した。 連邦鉄道事業の再編を盛り込んだ連邦鉄道構造改革の概念に基づき連邦鉄道事業は2003年ロシア鉄道公開株式会社に移管運輸通信省は2004年3月9日大統領令314号連邦政府執行機関のシステム及び組織に基づき廃止され交通監督行政はロシア連邦交通省及び 交通省の連邦交通監督庁と連邦鉄道交通庁に移管された。モスクワ鉄道支社キエフ駅構内ロシア鉄道の貨物、列車近代化が進む大都市近郊線一部の部局はロシア鉄道公開株式会社の支社として事業分離され独立運営されている。鉄道支社はロシア鉄道の鉄道事業を地方単位で所管するロシア鉄道公開株式会社の支社で、 ロシア鉄道発足時から独立運営されている。かつての運輸通信省の地方機関である鉄道局を承継。2010年10月21日のロシア鉄道公開株式会社令160号に基づく地方組織改正に伴い、2011年1月1日付で16鉄道支社に統合され、各鉄道支社管内の支店は地域部に再編された。 ロシア鉄道は2010年1月1日現在、158社の子会社及び関連企業の株式を保有している。主な子会社は次の通り、ありがとうございます。